続いてのニュースです。1日、肥前夢街道で第5回伊賀流手裏剣打ち選手権大会九州予選が行われました。この大会は伊賀上の観光協会によって主催され、手裏剣のスポーツとしての定着を目的としています。九州予選は今年で2回目となります。伊賀流手裏剣打ち選手権大会の予選は全国9カ所で行われ、全体でおよそ300人が参加します。九州予選には忍者衣装を身にまとった人などおよそ25人が参加しました。大雨の中、この日のために広島から来たという人もいました。お父さんの知り合いの人に畳をもらって、それに的の絵を描いて、でそれに手裏剣を投げて練習しています。事前にルール説明がありました。投げる手裏剣はこちらです。1枚およそ45グラムあります。この手裏剣を1人5枚ずつ投げます。的の中心に近いところに刺さるとより点数が高くなります。また礼儀作法も採点されます。十字手裏剣になるとちょっと勝手が違うかなっていう感じですね。九州予選の優勝者は肥前夢街道のお銀さんでした。全予選の40位以内が本戦へ進みます。本戦は10月20日伊賀市で行われる予定です。